皆さん、ご無沙汰しています。今日はですね、最初の動画の自然奏法です の原理ですね、それをもう一回ですね、おさらいしてみたいと思うんですね。ろうそくを吹くときに、まあ、ふーっと、ね、唇を丸めて誰でも、ふーっと吹くと言いましたよね。これはですね、決してこうやってトランペットを吹くというんじゃなし、でなくて、僕としてはその唇の周りの筋肉、顔の、ね、筋肉の動きをね、確かめるためにそのこう言ってるんですね、ろうそくを吹くように。だから子供だったらね、ほっぺた膨らますでしょうしね、誰でも、まあ、大人でもかもしれない、知れないですけど、まあこうやりますよね。まあそれで決してそのままでトランペットを吹くかというと、そうではないんですね。僕が言いたいのは、誰でも息を吹くときはね、唇を丸めて、ね、で息の通る道をちっちゃくしているわけですね。誰もこうやって吹く人はいないわけです。これはもう習ってなくても、もう本能が知ってるわけですね。これから息がバーッといるというときにはね、こうやってもう大人でも子供でもこうやって吹くと思うんです。でもそれをそのまま当てはめて吹くと勘違いしてはダメなんですね。僕はその筋肉でね、周りの筋肉が真ん中に寄っていくという動きをね、説明するためにこの例を出してるんですね。それとですね、まあ、マウスピースを、ね、逆さまに入れるのをやってみましたよね。これもですね、人によってそのいろいろ、ね、違うと思うんですよ。唇を前に出す、こうやって出す人もいるでしょうしね。だから今度はちょっと引っ張ってこうやってやる人もいるでしょうし、だからこれもですね、そのいかに唇の筋肉がね、このマウスピースに真ん中に寄って動いてるかという動きをね、確かめるためにこれをやるわけですね。決してじゃあこうやって吹くからトランペットこうやって吹くわけではないんですよね、うん、だからそこのところはですね、本当に、勘違いなされないようにね、お願いします。それとですね、人間のその唇の形、口の中の形ね、顎の形、みんな人それぞれ違うわけなんですよ。でだからその一つのね、やり方があっても、それが本当にみんなに合ってるかということは言えないわけですよね。例えばマウスピースを上に置く、ね、上に当てる、下に当てるとかね、それも唇の上下の厚さの割合によりますよね。人によっては唇が、下の唇はちょっと分厚くて上の唇はちょっと薄いとかね、まあ、全部薄いとか、どっちもね、
暑いとかいろいろあるわけなんですね。だからマウスピースをこう当てなさいっていう一つのやり方というのは言えないんですね。それから、舌のつき方ですよね。舌のつき方というのは、これもいろんな説があるんです。これで、まあ、自分で成功した人はね、あ、これの方がね、これが一番いいと、言うわけですよね。でも、本当にね、舌のその舌先の形とかね、舌の形とか口の中のね、その形、歯がね、歯の形とか全部違うわけなんですよ。だからその一概にね、上の歯の後ろにね、後ろをつくとか、それから、いや、下のね、下のその歯と歯茎の間に舌先をね、打つとか、もっと極端になるともう下に当てたままね、舌先はそれで全部吹くとかね、そういう、ことを言う人もいるんですよね。でも、まあ何回も言うようにその人によっていろいろ形が違うんですよ。それとやる音楽によってね、またタンギングがね、どういうふうにタンギングするかっていうのはまた違ってきますよね。本当に純粋のクラシックでね、オーケストラでタンギングするときとか、ソロでね、速いタンギングをするときとか、それからまたジャズでね、高い音をね、こう吹くときとか、それとまたテンポにもよりますよね。それからその曲奏にもよるし、これはですね、自分でね、いろいろ試して、やっぱり自分のものをね、見つける以外にはないんですね。それで、自分がどういうタンギングね、音をね、音の出だしはどんなのがいいかなと、その、なんていう、目標とするね、そういうタンギングをね、頭の中に持ってなきゃいけないんですね。そしてそれがなるように、もう何回も何回も繰り返すんですね。それで正しくそういうふうな目的とするその音の出だしがね、出た時がその人の一番いい理想の舌の位置なんですね。舌のつき方なんですね。ただですね、僕が言うのはもう原理と書いてありますね、原理ね、その原理を言ってるわけですね。僕はこうやればその高い音が出るとかね、それはまあはっきりとは言ってないわけです。それ人によってもすごい違いますからね、能力も違うし、どれだけ今何年やってきたかとか、ね、初心者とか、だからいろいろその僕は皆さんにその普遍的なね、こうやれば、ね、いいっていうことは言えないわけですよね。個人レッスンすればすぐね、分かるんですけど、でまあそのコメントなんかでね、文章でそのいや下の鍵が唇はどう巻くとかね、まあ書いてくださるんですけど、なかなかそのはっきりとは想像できないわけですよ。その人の唇の形とかね、いろいろ違うんで、実際にその吹いてるところをね、見てみないとなかなかその説明するのは難しいわけです。まあ一応答えは書きますよ、その一般論としてね書くんですけど、それはね、なかなか難しいから、時々満足のいかないね、返事をする
かもしれないと思うんですけど、それだけはね、まあ、勘弁してください。音の量ということは息の量なんですね。僕なんかもよく言われるんですよ。音が大きい音してますねとかね。で、高い音になってもその音が細くならないですねとかね、言われるわけですよね。それはね、ただね、息の量なんですよ。息の量が音の大きさになるんですよね。だから音がちっちゃい人はね、息が少ないんですね。で、僕なんかもう今、もう 3000cc もない、全然ないんで、もう腐ってるんですよね。もう72歳で、ね、年取るともうね、肺活量はもううんと少なくなるんですね。まあそれでもね、なんとかできるというのは、それは長年ですね、いろんな筋肉をトランペット吹くようにね、筋肉が働くようにその鍛えてるから、それでまあいけるわけですね。で、まあ少ない息で最大限に唇を鳴らす、まあこれも自然相互の一つなんですけどね。それができるからなんですね。で、息が少ない、特に高い音にね、行くとなんか音が細くなるしね、苦しくなるというのは結局息が出ていないんですね。で、まあ言ったかもしれないですけど、こっちがマウスピースでね、で上の歯と下の歯がこうありますよね。そうすると普通の人はまあ下の歯がこう後ろに引っ込んでますね。こんな風にね、これでこう噛むわけですよね、ご飯を食べるときに。そうですね。でもですね、金管楽器の場合はこれを下顎をちょっと前にこう出して、これを平行にするんですね。平行にする利点は何かというと、マウスピースがね、こういうふうに来ますから、押すと圧力をね、上下でこう分け合ってね、ただ一つのその唇に重さがかからないようにする利点があるわけですよね。例えばこう引っ込めていく、下に下の歯がね引っ込んでると、結局マウスピースが下からこういくわけですよね。そうするとこの下のね、エッジがここをもう押すわけなんですね。それで早くバテるっていうんですかね。それと、こうやって吹く人はね、必ずね、高音域になるとね、こう噛むんですね。本当にご飯を食べる時のように噛むわけですね。そうすると息が本当はまっすぐ出なきゃいけないのに、もう上の歯の壁にね、こう当たって、それからこういってるから、息がこういうふうにいくんですね。直接出ない。だからすごい苦しいわけです。それで、そういう人はね、必ずね、トランペットがね、下を向いてるんですね。こんな感じですね。この角度で吹いてる人がそういう吹き方なんですね。押すともう高音域に行くときにもっと噛むから、もう顔が赤くなるんですね。たくさんいますよね、顔が真っ赤になる人がね。で、そういう人がどうやったらいいかっていうと、
例えばですね、こうやってこれでですね、吹いててね、下の C 音が吹いてね、こう上げていくんですね。もう頭は固定してね、こんな感じでいく。そうすると、この下のね、下の歯がね、それをもう追っかけなきゃいけないんですよね。そしたら音が出なくなる。これをこう何回もやってるとね、角度がね、矯正されるんですね。それから楽器の重さについて話しましたね。で、軽くてね、その軽くなる方がまあいいんですよね、本当はね。その宿泊して吹くよりも、その人のまあ息のパワーによるんですけどね。で、ちょっと軽めにね吹きたいという人は、このキャップをね、下のこのキャップをね外すんで、もう一個外してみて、ほんで吹いてみてね、どうか。で、二つ外す、吹いてみて、で、三つ吹い外してね、でこのキャップなしで、吹くとですね、かなり違いが感じられるんですね。特に重めの楽器を持ってる人がね、外してみてね、これを外してやってみるとね、いいですよね。それは結構ね、僕の生徒はやってるんですね。スインキーツがね、2006年になるんですけど、2007年に、スイスのその楽器の輸入会社ですよね、そこからもうバンド一式ね、全部楽器とかもう PA とか全部プレゼントしてもらったんですね。僕たちが頼んでくれたわけじゃないんですけど、そこの社長がね、2006年に僕たちがニューヨークで演奏した時にちょうどそこにいてね、すごい感動して、で楽器をね、台湾のジュピターですよね。ジュピターもいい楽器なんですよ。トランペットのね、1602っていう、その頃まあ新しく出たぐらいのね、最高級の楽器ですよね。ジュピターは名前がないから、ネームバリューがないから、そんなに値段が高くつけられないんですね。スイスで25万円ぐらいで出してたんですけど、でももうその倍の値段、ね、の価値があるわけですね。もう50万出しても全然何も言えないような素晴らしい楽器なんですよ。それでまあちょっとね、その重みがあるんですね。んで僕はね、みんなにね、キャップ外してね、やってくれるんです。それ以来ね、みんなね、子供たちはね、キャップをね外してやってるんですよ。それも皆さんね、試したら、いいと思いますね。自然奏法と、まあ僕は名付けてるんですね。どうして名付けてるかというと、トランペット吹くとかね、金管楽器はみんな難しいと
先入観があるわけですよね。いっぱいそのみんな宿泊して吹いてるのを見てるから、そういうもうあのトランペット吹くのはね難しいきついとかねそういう先入観で始める人が多いんですよね。でそうするともうそれだけでもうねちょっと硬くなってるんで、でまあ僕は思うにね、音楽は楽しまなきゃいけないし、楽に吹いて、ね、音楽をその楽しむっていうことができなければ、これはプロでもアマでもね、あの音楽をやる価値があまりないと思うんですね。そのトランペット音楽をやるということは、その100メートル全力疾走をやったり、重量を上げて重いものを持ち上げたりとかね、そういうこととは違うわけですから、その心をね表現しなきゃいけないから、だからそんな吹くことに集中してね、社会的になる吹いてると、音楽一番大事なその音楽の表現ができないんですよね。だから自然にね、その吹く自然とは何かっていうと、もう人間が生まれながらに持っているその息を吹くという行為の時にする動作ですよね。それを利用するのがその、まあ、僕の言う自然奏法なんですね。と身についているものをもっとそのトレーニングして強力にしていけばね、他のそのやり方を訓練する必要はないわけですよね。まあ、僕はいつも言うんですけど、一番もう悪いのは唇を横に引っ張ることですよね。これがもう金管楽器でもう最悪のいいやり方なんですね。まあ極端に引っ張らなくても高い上に行くともうこうねちょっと横に張ってる人がいっぱいいますね。そうするともう苦しくなるわけです。本能は知ってるわけですね。息がね、強い息が入るときは唇を丸めてね、息の穴をちっちゃくして力強く息をプーッと吹き込むというのはもう本能がもう知ってる、習わなくてもね。そうすると今度唇を引っ張ると結局そこでもうね、その戦いが起こるわけですよね。だからすぐもう疲れてしまうんですね。だから引っ張る人は大体その耐久力がないですよね。でこれは筋肉が自然な動きではないから、すごくトレーニングがいるんですね。でそういう人はウォーミングアップがいるんですよね。ウォーミングアップものすごいして筋肉をこう固めて、それで演奏に行かなきゃいけないっていう人がもうほとんど例外なくね、あのですよね。で自然に吹いてればね、もうウォーミングアップなんていらないんですよ本当にね。楽器ケース開けて持ってステージ上がってバーッと吹ける、それがまあ一番理想なんですよね。で子供たちはもうあまり考えないですから、僕もちっちゃいねあの子供生徒もいるわけですね。もう5歳6歳7歳ね。で
僕は子供が大きくなっても、そのちっちゃい時でも大きくなってもね、ウォーミングアップというのはそういう言葉 もう教えないですよね。だから子供たちはもう楽器持ってバーッと始めるんですよね。だから全然構えてないよね。もうただ楽器は音楽をやるためにね、こう持ってんでプッブーッと曲を吹き始めるんですね。それがやっぱり一番理想です。楽ですよね。ウォーミングアップする時間もいらないし、で、ね、歴史の中でまあ一番有名なねトランペッターの一人でヘリー・ジェームスという人がいましたよね。30年代からねスイング そのトランペットでまあクラシック何でも吹けるすごい人ですよね、うん、その人もね、ウォーミングアップは全然やらなかったらしいんですよね。その一緒にやったね連中とか、そのハリバンドね、ハリー・ジェームスのバンドでやった人たちがね、その証言してるんですよね。ウォーミングアップやってるの見たことがない。で、2、3週間ね、その演奏がなくて全然吹かない時でも来てね、もう楽器開けて、コケース開けてバーッステージ行ってバーッと吹くんですよ。それだけね、その自然に吹いてたんですね。もうそれは羨ましいね、みんなにとっては、羨ましいことですよね。だから僕も生徒にはもうね、あのウォーミングアップは教えないんですね。まあ、アンブシャをね鍛える練習は少し、まあ、年頃になると必要になってくると教えるんですけど、もう何もそんなねこう吹けって言わないんですね。ただ生徒がね唇をこう引っ張ったりするとそれはもう言いますよね。それは絶対やってはダメ、うん、でまあ吹いて見せてね、でそのマウスピースをねこうやって後ろで、で口をこう挟む、とにかく体中の筋肉エネルギーがね口の真ん中に動くように、それはもう言いますよね。あとはもうどうこうしろとは言わないですよね。でタンギングもねあまり言わないで、普通まあ大概もうねできるんで言わない、できない子よくタンギングのね、よくない子にはもう僕が吹いてね、あの音を聞かせるわけね、最初の音をねタッタッっていうのを、でそれをもう真似させるんですね。もう何回も何回もやってるとこうなってくるんですね。そうすると本人がああこうなのかって自分で気がつくんですよね。それを僕はいや下先はねここについてここをついてとかあんまり言うとその余計にね難しくなってくると思うんですね。だからそんなのもその僕もそうやって習ったわけですよ。15歳の時にねトランペット持って始めて、音楽も何にも知らなくて、でタギングをどうするとかまあ書いてあったと思うんですけど、できないわけですよね。それでもうレコードを聴いてね、レコードを聴いてもうそういう風になるようにもう何回も何回も何百も何千回ももうやるんですね、そういう風になるまでにね。そうやってこう覚えていくんですよね。だからいろんなそのところでね言われたり書かれたりしてね、こう他人はここをつくんですとかこういうふうにするんですとか、そういう、ものを一つだけこれが正しいと思ってやるとそれが多分
その人には合ってないかもしれないですよね。それとやってる音楽が違うたりするとね、違う、またタイミングの仕方も違ってくるんで、最初の動画でですね、僕はまあそのちょっとデモンストレーションでまあ吹きましたよね。でこれをまあ見るとね、人がいや軽々と、ね、楽に吹いてると、思うわけですね。それで、ね、ああやったな、すぐ吹けるようになるのかと勘違いする人もいるわけですね。僕はただね、その原理をね、言ってるわけなんですね。でどんなものでもね、やっぱりその時間がかかるんです。すぐね、すぐ上手くなれるとかね、すぐ、陸上競技の短距離の講習会を受けたらね、もう来週 100m 10秒で走れるようになれるとか、そんなことはないわけですよね。だからいくらその、ね、まあ、ビル・ゲイツが、ね、3億出すからもう来週コンサートやりたいからお前トランペットに仕立ててくれって言われてもね、それはもう無理な話ですよね。で僕はその、まあ、楽に吹いてるというと、なぜかというと長年ね、長年やってきてだんだんとその体中の筋肉がね、そこにエネルギーを持っていくように働く、動くね、それを長年鍛えてきてるわけなんですね。ただそのアンブシュアが完璧だったらね、いい楽に吹けて力強く吹けてかっていうと、そうではないわけですよね。そういう息が出る、強い息、強い音っていうのはもう強い息、息なんですよね。息で全てを表現してるんですよね。だから皆さんもね、すぐそういうふうに成果を求めないでね、長い目で見て基礎練習をやるわけですね。で基礎練習っていうのは何かというと、簡単なものをね完璧にやるんですね。それをもう繰り返すんですね。世界的プレイヤーもそうどれほど上手くなってもね、基礎練習というのを欠かさないんですよね。もうみんな初心者のように基礎練習をしてるわけですよね。まあピアノとかだともう指のね、ハノンとかね、指の練習もね、人によってはもう2時間も3時間 もう指の練習をまずやって、それからこう曲に取り掛かるという人もいるわけですよね。でトランペットの場合はもっと筋肉ね、体中の筋肉を使って強い息を作らなければいけないんで、やっぱり育てるということがすごい大事なんですね。で今できることをね、楽になるように努力するんですね。楽にできるようになったらね、自然とね上に上がっていくんですね。でできないものをね無理やりやってると、その無理やりやってるやり方ですよね、余計な力が入った、そういうものが身についてしまうんですね。ゆっくりねその育てるということ、すごい大事だと思うんですよ。で基礎の大切さね、まあ例えば有名なアーバンの教則がありますよね、分厚いのね。あれでもバーッとめぐる、うわーすごいなーとかね言うんですけど、本当アーバンで一番大事なのはもう最初のね、何ページかね、シングルタンギング
マネーなんですよね。あれが本当にできなかったらね、あと最後までやってもね全然意味ないと言ってもいいぐらいね、最初の簡単なものがねすごい大事なんですね。ラファエル・メンデスが吹いてますよね、アーバンのあれはね、練習曲をまさなしてね、トランペットだけで、あの部分ですよね、あそこまでが大事なんですね。僕はね、皆さんに保証したいのは、そうやって正しいその原理に沿ってね、やっていくとね、もう5年先、10年先、15年先ね、ああこの方法やっててね、よかったなと必ず思うんです。それは無理なく育ててるからね、どん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 ね、良くなってくるんですよね。で、70歳になっても、80歳になってもね、90歳になってもね、もう無理なくね、楽器がね、吹けると思うんですね。僕はまだ72歳だと90歳のことは言えないですけど、90歳でもね、うまく吹いてる人もいますしね。だからそういう人はね、もう基礎があるからね、できるんですよね。もういつも力んで吹いてる人はもう、これはもう50、60になるともうそれぐらいの年齢でもうね、だんだんと今度は下降線をたどってくるんですよね。だからまあそういうふうにならないためにもう一生ね、生きてる限りはトランペットを楽しく吹いてね、楽に吹いて音楽を楽しむっていうね、そういうふうなことを僕はまあ自分自身にもそれから皆さんにも希望するわけですね。